い、どうも、阪神ファン YouTuber 奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースに関する様々な話題とか、今オフですから、阪神に限らずですね、プロ野球界全体のなんか気になる話題をですね、こうして YouTube と音声アプリの方に投稿しております。でですね、チャンネルのコンセプトとしましてはですね、本当に僕は本当に素人ですから、野球経験者でもありませんし、もちろん記者とかですね、プロ野球の評論家、専門家、解説者ではありませんので、まあ、本当に普通の阪神ファンの人が日々のニュースをどういうふうに見てるのかっていうですね、そういったのをこう、動画でですね、投稿していくという、それだけのですね、まあ、本当にワイワイしたいという、そんな感じのですね、居酒屋の延長のような、そういったチャンネルやというふうにですね、理解していただけたらいいのかなというふうに思います。なのでもう本当に、もう情報源とすればですね、ネットとかテレビとか新聞とかもう本当にそういったところのですね、流れてきた話題を少しこう感想を述べると、そういった程度のですね、そのぐらいのチャンネルです。専門家の人とかですね、ちゃんとした人がきっちりやってるチャンネルは他にありますので、ちゃんとしたですね、情報とかデータとかですね、見解を、知りたい方はそういったですね、動画の方をご覧になってほしいなというふうに思います。で、なんでですね、今日改めてこういうことをですね、言うかと言いますとですね、今日取り上げる話題がもう本当にですね、噂話レベルのですね、おそらくデマやと思うんですけど、もう本当にゴシップに近いようなですね、話題を今日取り上げようと思っておりますので、まあそういったですね、まあ本当に普通のちゃんとした人は取り上げないような話題もですね、まあ素人の阪神ファン、単なる阪神ファンやったら、まあこうしてですね、話題にできるかなというふうに思いますので、まあたまにはね、そういった、本当に噂話レベルのようなですね、お話も取り上げていきたいなというふうに思ってますので、もしですね、付き合ったってもいいよという方はですね、ぜひお付き合いいただけたらなというふうに思います。はい。で、その本題に入る前にですね、コミュニティ機能っていうですね、機能を使いまして、いろいろとですね、こう、アンケートを取ったりですね、してまして、なかなか、皆さんご回答いただきましてありがとうございます。なかなか面白い結果がですね、最近こう見てると、面白い結果がわかるな、みたいな、そんな感じですよね。昨日ですね、上げさせてもらったのが、ロハス・アルカンタラですね。この二人、阪神に、入団が濃厚になったということで、その二人にどのぐらい期待しますかっていうですね、アンケート二つですね、ロハス・アルカンタラ、それぞれどのぐらい期待しますかっていうことをですね、アンケートで取らせてもらったんですけれども、ですね、ネットとかですね、見てるともう本当にですね、毎年のように、もう阪神にですね、新しく来る外国人選手にはすごい期待をですね、かけて、もう来年は優勝間違いなしや、みたいなですね、そういった景気のいい話がいっぱいですね、こう出てくるんですけど、アンケートを見てますとですね、本音なんでしょうね、そんなに過度な期待はですね、してないっていう、そんな感じなんですよね。まず、ロハス選手からですね、見ていきたいと思うんですけども、ロハス選手、今シーズンですね、韓国のリーグで2冠王ですよね。で、打率もですね、打率はタイトル取ってないんですけど、3割5分近く打ってるということで、もう本当に3冠王取っててもおかしくないような成績をですね、残してるんですよね。で、もしそのままの成績をですね、日本でも残せたら、もう間違いなくですね、バースの最大と言ってもおかしくないぐらいのですね、3割5分、ホームラン50本の打点も130とか40とかそういったですね、ところになってくるんで、当然ですね、期待値としてはですね、そういったところを期待したくなるんですけれども、実際にですね、皆さんが一番票が集まったのはですね、2割8分ぐらい、で、ホームラン20本ぐらいで、打点80ぐらいやってくれたらええんちゃうかと。そういったところがですね、半数以上の方でしたね。なので、結構話とかね、話題としては景気の良い話題がですね、すごくこう、飛び交って盛り上がってるんですけど、阪神ファンの人の本心としては、過度な期待は、せんとこかと、今まで何回も痛い目あってるし、ということだろうというふうに思うんですよね。なので、2割8分、今年のサンズ選手ぐらいですかね。サンズ選手ね、ちょっと最後失速しましたけれども、夏場の調子のまま最後まで行ったらですね、おそらく2割8分ぐらいで、ホームラン20本前後ということで、打点が70から80とか、そのぐらいの数字になってくるかなというふうに思うんですけど、そのぐらいやってくれたらいいかな、みたいな、そんな感じですかね。皆さんのね、あれとしては。もちろんね、3割30本100打点ぐらいはやってもらわないとですね、高い金払って来てもらう、費用対効果としてはちょっと弱いんですけど、あんまり過度なね、期待はせんとこかっていう、そんな感じだと思いますよね。はい。で、アルカンタラ投手に関しては、今シーズンは20勝ですよね。20勝2敗ですからね、とんでもない数字ですよね。20勝2敗で最多勝ですから、それこそね、同じような成績を日本でも残してくれたら、それこそもうね、優勝間違いなしや、みたいな感じなんですけれども、実際にはですね、2桁買ってくれたらいいかな、みたいなところが一番ですね、票を集めておりましたので、こちらの方もね、過度な期待は、おそらく皆さんしてないのかな、というふうに思います。私、再三動画でも言ってますけどね、先発ピッチャーで1年間ローテーションを守るっていう、これだけでも大変なことなんですよね。もう本当にいくらプロとはいえですね、みんながみんなそういうことできるわけじゃないので、本当に1年間ローテーションを守ってくれるかどうかがまずは、第一関門といいますかですね、そういったピッチャーがまず、希少価値があるわけですよね。
その上で2桁勝てばもうそれは一流っていうことですから、まずはですね、2桁勝ってくれたらいいかなという、そんな感じですよね。なので、まあ、先発ローテーションに入って1年間頑張ってくれて、2桁勝ってくれたらいいかなと、そんな感じでしょうね。まあ、ここから上積みっていうのはね、モロハスにしろ、アルカンタラにしろ、ここからさらに上積みっていうのはもうおまけぐらいのですね、気持ちでおそらく皆さん見てるんかなというふうに思います。まあ、最低限ね、まあ、最低限のそういった、まあ、2桁とはですね、マルハス選手にしても、まあ、20本とかですね、そういったところはクリアしてほしいなっていう、そんな感じでしょうね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、おそらくね、あのネット上で景気のいい言葉が飛び交っているほど、阪神ファンの皆さんの本心としては過度な期待はしてないんだろうなっていうのが、まあ、アンケートからですね、見えてきたなみたいな感じで、まあ、面白い結果やなというふうに思っております。また今後もですね、こういったいろんなアンケートをですね、取らせていただきたいと思いますので、もしよろしければご回答いただけたらですね、なかなか面白い結果がになってくるかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいなというふうに思います。はい。で、今日、まあ、いくつかですね、まあ、細かいニュースもいろいろ飛び込んできたので、それをまず触れていきたいんですけれども、まずはですね、そうそう、巨人ですよね。伊能投手とですね、梶谷選手が巨人に入ることが、まあ、決定したということで、今日ニュースが入ってきましてですね、巨人が FA のですね、DeNA から2人取るということで、これがですね、まあ、どんな感じなのかなっていうことですよね。まあ、確かにですね、まあ、梶谷選手外野手ですよね。で、巨人ね、確かに外野がちょっとまだね、レギュラーが決まってないかなっていう感じなんですよね。今年巨人、まあ僕はあの、巨人そこまで全試合見てるわけじゃないんで、あれなんですけど、イメージとしては、まあ、丸選手はね、いますよね。丸選手はまずいてですね。で、あとその、他がですね、その外国人選手ですよね。ウィーラー選手とか、パーラ選手とかがね、守ったり、あとその、若林選手です。松原選手とかですかね。松原選手とか、若林選手とか、このあたり若手のですね、まあ、若手という年齢ではないと思うんですけど、まあまあ、新顔ですよね。ニューフェイスみたいな。この辺がこう出てきつつあんのかな、みたいな。こんな感じですから、その丸選手以外があまり固まってなかったのかな、みたいな感じですから、そこにですね、梶谷選手が入ってくるっていうのは、まあまあ、補強ポイントとしてはね、合致してんのかなっていう感じですよね。だから対戦相手のですね、阪神ファンからしたらですね、まあ確かに、まあ確かに嫌は嫌なんですけど、でもまあ DeNA から巨人行くだけですから、まあ、ね、その対戦、その、どっちにしても対戦相手ですからね、そこまで、取り立てて嫌やなっていう感じではないんですよね。でまあ、その、球場もですね、横浜球場、横浜スタジアムから東京ドームですから、まあね、狭い球場から狭い球場ということですから、まあまあ、本人のね、梶谷選手自身の成績っていうのはそこまで変化はないのかなって思いますから、まあ、いい補強ができたんちゃうかなというふうに思うんですよね、その双方にとって、巨人にとっても梶谷選手にとってもですね。で、阪神ファンからしてですね、嫌なのは梶谷選手が巨人に行くことよりもですね、これ人的保障が必要な選手なので、梶谷選手はですね、巨人から誰がですね、DeNA に行くかなんですよね。プロテクトから誰が漏れて、DeNA が誰を取るかなんですよね。巨人結構ですね、結構プロテクトで、今までね、そのプロテクト漏れで人的保障でよその球団行った選手が結構活躍してる場合が多かったりですね、するわけですよね。ベテラン選手がね、活躍したりとか、若手選手がね、一岡選手みたいにですね、人的保障で移籍してからそっちで花開いて活躍したりとかですね、そういったことが結構ありますので、もしですね、その DeNA がですね、いい選手を巨人から取って、そっちでですね、プラス材料になって花開いたりですね、したら DeNA の方の戦力の底上げになる方が僕個人的にはですね結構嫌やなみたいなそんな感じなんですよね。だからその、まあちょっとね人的保障が誰なのかっていうのがちょっとね気になるポイントなんで、そっちの方がね気になるポイントかなっていうふうに思いますね。もう一人が伊能投手ですよね。伊能投手はね C ランクということで人的保障いらないんで、まあまあお金だけでこうまあ移籍という形なんですけれども、まあ、巨人ねその菅野投手が抜けるということまあ抜ける可能性が高まってきたということですから、また抜けるかどうかわかりません。ポスティング申請してるだけですから、もしメジャーの球団とですね、契約がまとまらなければ巨人残留しますから、これは、どうなるかわかりませんけれども、まあ、ポスティング申請してますから、抜ける可能性が高まってきたということですからね、菅野投手抜けたら、これはやっぱり大きいですよね。巨人にとっては痛いし、我々にとっては嬉しいっていうね、菅野投手いないわけですからね。それはまあ、戦いやすくなるわけですから。で、そこに伊能投手が当然ね、その先発の駒不足というところで伊能投手が入るということになってくると思うんですけど、まあ、ね、巨人からしたら先発ピッチャーがですね、菅野投手がもし抜ければですね、ここで一気にまた駒不足が進むわけですから、伊能投手を連れてくるっていうのも、これもですね、まあ、理にかなって、
った補強ポイントに、見合ったですね、補強なのかなというふうにも思いますから、これはこれでまたね、いい補強なのかなというふうにも思います。で、阪神ファンの僕からしたら、別に、伊能梶谷がですね、DeNA から巨人に移ったって、で、あんまそこまでのですね、なんか、めちゃくちゃ嫌やなっていう感じは、実はあんまり僕はしてないんですね。この辺皆さんね、どうお考えかなっていうふうに思うんですけども、これもですね、ちょっとまあ、まあ、もしあれだったらアンケート取ってみたいなというふうに思うんですね。あんまり気にしてない方が多いんちゃうかなというふうに思いますよね。で、まあもちろんですね、伊能投手がどのぐらいね、勝てるか。そんなね、その毎年2桁勝つとかそういうレベルのピッチャーではないので、当然菅野投手のですね、抜けた穴を伊能投手で埋めるというつもりはもちろんないと思うんですけど、ただまあね、先発が駒足りへんというところに一人こう入っていくということですから、まあ、いいのかなと。問題はですね、DeNA の方の先発ピッチャーがどうなのかっていうことですけど、ね、DeNA の方も若手がね、結構こう上がってきたりもしてますから、この辺がですね、その、巨人の方に移籍するこの伊能梶谷の2人だけがですね、こうどうしても目立ちますけど、そのね、人的保障で巨人から DeNA に行く選手とかですね、DeNA の若手の先発ピッチャーがどのぐらい上がっているのか、こっちの方が実はですね、ちょっと興味のあるポイントなんですよね。で、その巨人からしてもですね、巨人を見てても、今年見ててもですね、若林とかですね、松原とかですね、こういったところが伸びてきつつあるんで、個人的に嫌なのはこの辺が伸びてきてですね、また生え抜きのですね、選手が育ってきて、外野のレギュラーに定着してっていうのが阪神ファンからしたらそっちの方が嫌なわけですよね。だからここに梶谷選手が来るっていうことは、その辺の若手が伸びてくるところをですね、こう塞ぐ形になりますから、まあ阪神ファンからするとですね、まだそっちの方がいいのかな。梶谷選手どのぐらいね、活躍するかも分かってますし、年齢も知ってますしですね。それも未知数もですね、松原選手とかですね、若林選手がこの辺の若手の外野手が伸びてきてですね、で、スタメンに定着してですね、こうね、俊足高打みたいな感じでこう、まあ、ひっかき回されるっていうのがやっぱり嫌なわけですから、その辺の、まあまあ成長がね、こうね、阻害されるっていう方が、阪神ファンからしたらですね、まあ戦いやすくなるのかなっていう、そんな感じですよね。はい。なのでこの辺ね、ちょっとまた今後の動向もですね、少し注目しながら見ていきたいなというふうに思っております。はい。で、あとはですね、契約更改のお話がちょこちょこと入ってきましてですね、まあ昨日の動画でご紹介しましたけれども、中谷選手が、結婚してたというですね、入籍をしてたっていう、そういったニュースが入ってきましたけれども、その中谷選手が500万円減ということで、減俸という形になりました。まあ今年のね、その、成績を見たら、まあ、致し方ないのかなと。その、数年前にね、20本ホームラン打って、その年ね、こうアップをしてですね、ここから期待されたっていう、そんな感じなんですけれども、ちょっとね、伸び悩んでいて、そうこうしてる間にですね、またこう、新しい選手がどんどんこう入ってくるっていう形ですから、もう本当に正念場ですよね。減俸になってですね、で、結婚してですね、養う家族ができてですね、これで新規一点だから来年勝負っていうことでしょうね。もう本当に背水の陣だと思います。これでもしね、来年も出番ないっていうようなことになったら、もうそれこそですね、先の人生を考えないかんっていうですね、そういった岐路に立たされてくる、そういったシーズンなのかなというふうに思いますよね。もうね、外野なんてそれこそ争いが、ね、まあ、近本選手は、まあ、いるでしょうから、プラスですね、サンズ選手いますよね。それから、ロハス選手取ってきました。二人とも外野手ですからね。まあ、二人を外野で使うってことは、まあ、ないと思いますけど、まあ、一箇所は取られるわけですから、どっちかでね。だからもう、あとライトぐらいしか空いてないわけですよね、一つしか。で、そこをみんなでしのぎ削るわけです。で、まあ、糸井選手もね、もちろん残留して、糸井選手もいますし、当然、糸井選手もね、実績のある選手で、背水の陣で来年は臨むでしょうから、まあ、必死にですね、そのポジションを取りに来るでしょうし、なんといっても高山選手いますよね、ドラフト1位でね、期待されながら伸び悩んでるうちの一人ですよね、がいてですね、で、内野に居場所がなくなった陽川選手もですね、外野にこう回されてきてですね、陽川選手は今年ですね、ちょっとまあ、キャリアハイの数値を残して少し年俸がアップして、さあこれからっていう感じになってますよね。で、そこにですね、新人のですね、まあ他にもいますけどね、江越選手もいますけど、そこに新人のですね、佐藤選手がですね、まあ内野で使われるのか外野で使われるのか分かりませんけれども、もしかしたら外野で出てくるかもしれないっていうことですし、何よりもですね、2軍で4番に座ってた井上選手がですね、外野手ですから、もしですね、成績をこう残すようなことになったら1軍に上がってきたら当然外野をですね、奪われてるということになってますので、もう本当に中谷選手なんかはですね、居場所が本当にもうなくなってくるっていう感じですから、ね、来年正念場やなということで、もう本当に、もう数字を残さないとですね、いけないっていう、もうそんなシーズンでしょうね。もうそれこそ、キャリアハイは2
20本打ってるわけですから、もう20本以上はですね、ホームラン打たないといけないしってなったらですね、当然もうレギュラーに定着しないといけないわけですから、当然打率の方もですね、もうビッグ箱的な感じでね、置いとくっていうわけにはもういかない年齢ですから、もう本当にですね、打率もせめて2割6、7分以上は打ってもらわないといけないし、ホームランも20本以上というところで、結構高いハードルがですね、課せられてくると思うので、来年のですね、中谷選手の巻き返しにですね、ちょっとまあ、期待かな、みたいな、そんな感じですよね。はい。で、それがさっきちょっと名前出しましたけど、江越選手が100万円減ということで、江越選手も減俸ですよね。江越選手なんかも、ね、本当にもうダイソー守備固めでいい味をね、出してたんですけど、これあとね、バッティングさえもうちょっとですね、頑張れば、それこそ外野の一角取れてもおかしくないぐらいのポテンシャル持ってる選手だっていうのはですね、それはもう阪神ファンみんな分かってるわけですよね。で、バッティングだってね、今までいいバッティング何回も僕ら見てですね、結構印象残ってるわけですよね。大きいホームラン打ったり、何試合連続ホームランとかもありましたしですね。ね、本当に、可能性を秘めてる選手やっていうのは、これみんな分かってるわけですから、この辺もね、どうから破っていくのかっていう、もう一緒ですよね、立場としては。中谷選手なんかと一緒で。もう高山選手なんか僕に並んでくると思うんですよ。ヨーカー選手も横並びだと思うんですけど、この辺ね、もう誰か、こう抜け出てこないとですね、それこそ佐藤選手とか井上選手にも抜かれてしまうっていうですね、そういった感じになってくるかなと思いますので、もう中谷選手同様、江越選手も来年がですね、もう正念場かなと。でもし来年レギュラー取れないようだったら、もう本当にダイソー守備固めっていうですね、そっちの方に生きる道を探すしかないのかなっていう、まあスペシャリストですよね。まあ阪神大学はあんまりスペシャリストっていうのを作りたがらないんですけど、最近はね、スペシャリストっていうのを作るっていうですね、そういった戦略を取ってくるチームも多いですから、ね、そういったところにもう生きる道を見出すしかなくなってくるのかなっていう感じになりますからね、うん、もう本当にレギュラーを取りたいんだったらもう来年勝負っていう、そんな感じにね、江越選手もなってくるかなっていうふうに思います。はい。もう一人ニュース入ってきたのは坂本捕手ですね。坂本捕手がですね、100万円増かな。なんですけどね、僕ちょっとね、坂本捕手に関してはちょっと評価低いんちゃうかなっていうふうに思うんですよね。まだ1500万前後ですよね。その年俸がね、100万円アップしたけど、まだそのぐらいっていうことですから、僕ね、そのシーズン戦っていく上で、その控え捕手のね、重要性っていうのがすごくですね、最近感じるようになってきたんですよね。強いチームってね、その正捕手がきちっとこう決まってるんですけれども、ね、実はですね、正捕手の陰に隠れた2番手捕手もですね、いい捕手がいっぱいいるんですよね。いっぱいというか、その強いチームを、過去の強いチームを見ればですよ。例えば、ね、ヤクルトで、古田さんがずっとですね、レギュラーでやってる時はもうほとんどね、休みもしませんでしたから、控え捕手っていうところに日が当たらなかったんですけど、ここにいたのは野口捕手だったわけですよね。でも素晴らしいですね、一線級の控え捕手がいてですね。でその前、中日でね、その中村捕手がですね、正捕手でずっとやってた時の控え捕手で矢野捕手ですよね。うん、で、まあ、そんな風にその強いチームには絶対ですね、素晴らしい控え捕手がいるんで、そういう意味でいくとですね、梅野捕手が正捕手として控え捕手に坂本捕手っていうこのですね、2枚っていうのは、これはですね、12球団見渡しても結構トップクラスのですね、この2人かなというふうに僕思っておりますので、もうちょっとね、評価してあげてもいいのかなっていうのは個人的には思っております。はい。この辺ね、皆さんどうお考えかな、ちょっとまたね、聞いてみたいなというふうに思うんですけどね。はい。ということでですね、まあ、ちょっと前置き長くなりましたけれども、今日ですね、ちょっと話題にしたかったのはですね、バウアー投手っていう大リーグのですね、サイヤング賞を受賞したですね、素晴らしいピッチャーがいるんですけども、彼がですね、阪神に来るみたいなですね、そんなこう、まあ、話題がこう、ツイッターで流れてきたんですよね。僕、その、さっきも言いましたけどもですね、まあ、プロ野球の情報はですね、ネットを中心にこう、今、ネットが一番早いですからね、ネットを中心にこう見たりするんですけど、まあ、いろんなですね、新聞社のこうネット上のニュースとかですね、デジタルニュースとかですね、それとか、あとはまあ、ツイッターとかですね、そういったところで流れてくる情報をこう見たりしてですね、まあ、当然デマも多いんですけど、今日びっくりしたのが、バウアーが阪神みたいなのが流れてきたんで、もうマジかと思ってですね、まあ、よくよく調べたら、まあ、これおそらくデマやと思います。デマやと思います。が、これの出どころがね、一体どこにあるのかなと思ってですね、まあ、ちょっと調べてみたんですよね。まあ、バウアー投手というとですね、まあ、先ほどサイヤング賞ということですご、すごいいいピッチャーなんですけど、今シーズン FA 権をですね、取得をするということで、本人がですね、日本に興味あるみたいなことをですね、公言をしているということで、もしかしたら、日本球界に来るかもしれないよっていうような話題がですね、ちょっと前からあったんですよね。結構前からですね、なんか新日化らしくてですね、日本に興味あるということで、で、今シーズンですね、まあ、FA 権を取得した選手にですね、QO で、
という、こう、まあまあ、あの、システムがありましてですね、金額を提示して球団がですね、そう、引き止めるっていう制度があるんですけど、それを行使しなかったっていうことなんですね。20億円ぐらいをですね、この制度を使えばもらえると、まあその代わり残留することになるんですけども、それをですね、決定 FA 権を行使したということですから、まあ、要するに FA 権、その元の球団に残るつもりはないと。FA 権を行使してどっかに移籍したい。その移籍先の中に日本球界も可能性あるみたいな話をですね、本人がしたっていうところから、いろいろとですね、ニュースがこう、広まってきたらしいんですけど、でもね、実際考えてみたら20億円っていうですね、金額でまあ取引になるわけですよね。せめて最低20億円以上っていうことですから、この金額出せる日本の球団があるかってさすがにないわけですよ。年俸20億ですからね、さすがにこれはなんぼなんでも、どんないいピッチャーでもですね、これはちょっと無理やということですから、もう本当に現実的ではないのは間違いないんですよね。ただね、ちょっとこのバウアー投手がですね、ちょっと変わった人らしいんですよね。ちょっと周りも何考えてるのかわからんみたいなですね、そういう側面のある選手だそうで、もしかしたら金じゃないと、安くてもいいから日本でやってみたいんや、みたいなことをですね、もし本人が考えてるんやとしたら可能性はゼロではないという、そんな感じなんですよね。本人が日本に興味があるらしいで、それは間違いないですね。で、本人は日本に興味があるっていうのは前々から、これは、公言をしているというところで、で、今年 FA をこう行使した時に NPB も視野に入れてますみたいなことを本人が言ったと。そういうところから日本のですね、野球ファンが来てくれるんちゃうか来てくれるんちゃうかみたいな話になって、まあちょっとね、ネット上で盛り上がってるみたいなところなんですけど、まあ実際にはですね、まあいくらですね、まあ20億は出せないにしてもですね、やっぱりどう、低く見積もっても6億とか7億とかは出さないといけないっていうことですから、まあちょっとね、阪神はちょっとね、どうなんですかね、だからアルカンタラ投手が来るっていうことですからね、アルカンタラ投手もいるし、チェン投手もいるわけですから、これ以上外国人ピッチャー取ったってですね、誰か使えなくなるわけですよね。だからそこにそんなね、大金をつぎ込めるかといくらなんでも、それは現実的じゃないなっていうことですから、あ、まあこれはね、まあ、まあまあまあ、デマかなっていう、そんな感じですよね。でまあ、巨人ファンの間ではですね、もう阪神にアルカンタラ取られたんから、もうバウアーは巨人にね、取らないかみたいなですね、そんな話題で盛り上がったりもしているようですけれども、まあちょっとですね、まあこれはまあまあ、なんて言うんですかね。あんまりそのまあまあ、現実的、現実味はない話なんですけれども、まあ興味はですね、あるし、まあ話題性もあるので、まあちょっとね、注目して見ていきたいなとは思っております。まあでも阪神に、バウアー投手が来るということは、まあこれはまあほぼほぼ、まあ 0% かなというふうに個人的には思っております。ね、だってこれでもしバウアー投手にですね、10億円とか出してきてもらったら、バランスが大幅に崩れてしまいますからね、もしそれで契約が合意して来てくれることなったとしても、もうマイナスの方が大きいですよね。そのチーム全体のバランスが崩れたりですね、当然金銭的なマイナスもありますし、その助っ人同士のですね、なんであいつ10億で自分こんな気やねんみたいなことにもなってくるでしょうしですね、だからちょっとね、現実的じゃないのかな。だから もし可能性があるとしたら、バウアー投手自身がですね、めちゃくちゃ安くてもいいから日本でやらせてくれっていうですね、そういったスタンスになるんだったら可能性はありますよね。ただまあね、その QO を蹴って、QO っていうのは、クオリファイド、なんとかっていうですね、まあ、20億円ぐらいもらえるですね、制度を蹴って、FA 宣言をしているわけですから、もう、ね、その、可能性としては、要するに20億円以上のですね、FA を行使すれば、年俸の契約ができると踏んで、おそらく FA 宣言しているわけですから、ちょっとね、まあまあ、まあ日本に来るっていうのはちょっと考えにくいのかな。もう一つね、その可能性があるとしたらコロナの問題なんですよね。アメリカの方は要するにね、コロナの今シーズンなんかコロナの影響でものすごく試合数少なかったですし、ね、来年なんかもどうなるかわからない状況ということですよね。で、移動も多いですし、で日本はですね、比較的プロ野球はそのコロナのですね、抑え込みには比較的成功しましたから、そういった意味でですね、来年1年間だけとりあえず日本で、やるみたいなですね、そういったもし、考えがあるんだったらですね、例えば2億とか3億とかね、めちゃくちゃ安くてもいいから1年間だけ日本でやらせてくれみたいなですね、そういった考えがもしあるんだったらですね、可能性あるんですけど、まあまあまあ考えにくいでしょうね。だから
ね、ちょっとまあネット上なんかではですね、そのトレンドワードなんかでね、バウアー阪神とかですね、出てくるんですけど、まあおそらくこれはね、まあ個人的には、まあデマ、限りなくデマに近いですね、まあゴシップなんかなというふうに思っております。この辺ね、皆さんどうお考えかなというふうに思うんですけどね、まあそもそもね、いらないですよね。もしアルカンタラ投手とチェン投手が取れてるんやとしたらですね、外国人枠もありますから、これ以上取ったってですね、支配下の枠圧迫するだけで、あんまりね、プラスにはならないのかなと思いますから、まあ欲しいかどうかって言われても、まあ個人的には別にいらんなって思いますしですね、まあまあ現実的ではないのかなというふうに思いますから、この辺はですね、まあデマとしてですね、まあ流して、いきたいなというふうに思っております。皆さんね、どうお伺いですかね。はい、っていう感じで、まあ今日はですね、ちょっとまあ普段と違ってですね、こういった少しまあゴシップ的なお話をちょっとですね、取り扱わせていただきましたけど、まあこういった話ができるのもね、素人 YouTuber のいいところかなと思いますからね、その専門家が真面目にですね、こういうことを言うとですね、なかなかこう、難しい面もあると思うんですけど、これはもうね、単なる素人のおっちゃんが言う話ですから、こういうこともね、お話できると思いますので、まあ、こういった話もですね、たまに取り上げていきたいなと思いますので、またですね、よろしくお願いしたいなというふうに思います。はい。ということで、今日はですね、この辺りにしたいというふうに思います。またですね、明日何か動きがあればですね、動画を投稿したいと思いますので、また明日よろしくお願いします。ということで、最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。